the train to the Ninja Museum. I think we're in Mie Prefecture. Beef shuriken. No. Oh, I don't think you have to take your jacket off, dude. Hey, from the front,六方手裏剣ですね、2枚一緒に打ちたいと思います。手裏剣の2枚打ちいきます。はい、では最後に先ほどの六方手裏剣を今度は3枚一緒に打ちたいと思います。最後に六方手裏剣の3枚打ちいきます。刀をご紹介したいと思います。まっすぐになっていくということをよく覚えておいてください。そしてこの忍者と他にもさまざまな使い方がございます。まずですね、こちらについてますこの紐のことをサリオと申します。そして忍者刀の先小尻と言いまして、このように尖っておりますね。なぜこちらこのように尖っているかと申しますと、これは地面に刺しやすいために尖っているんです。角、角つばになってございます。これは足がかけやすいために角つばになっているんですね。高い塀などを登るときにこのように出しまして、作業完了です。ひょいと塀の上に登ったときに紐を引きますと、自分の手元に刀が返ってくるんですね。それでは忍者によります実演を行います。
このようにいたしまして、屋敷内へ潜入していたわけでございます。まあ、忍者が活躍する時間というのは夜でございます。昔は今と違いまして電気などがございません。室内に潜入した際には非常に薄暗くなって見づらくなってですね、そのため敵がどこに潜んでいるのかが分かりません。こういった場合は刀をこのように伸ばしておいて相手を探っていくことができます。この方法のことをザサクリの術と申します。With the shitty ken. Oh! Ah! Oh. Not where you're ahead of me now. Oh, all right, Mickey, good job. Okay.